皆さん、こんにちは。ですね、今年はゴールデンウィークをやることになりまして、こういうタイトルでやることになっております。見てくださいね。佐藤拓也の担当条約撤回解析っていうところなんですけど、担当だけじゃなくて、ね、考え方をちょっとやろうかなと思っていまして、まず、やる単元の条約は何かというと、ここに書いてありますね。一つは、パリ条約ね。で、パリ条約って、割と簡単なっていう感じがするんだけど、なんでしょうね。論文的な思考がないとなかなか知識として入ってこないんですよ。で、最近の問題ってちょっとね、なんだろうな、本筋がずれてしまっているような問題が多くって、なかなか理解しづらいんですよね。で、これについてはちゃんと論文的なレジュメを作っているんで、対決にこうやっていくんだってことを話しますんで、で、全部で4回あるんだよね。2時間で4回となっております。で、レジュメがだいたいこんなやつかな、こんなレジュメつけておりまして、パリだけで何ページあるかなっていうと、全部で100ぐらいあるのかな、ページ数でいうと。で、大体体系的に話していきますんで、まず第一修正だ、まず前提としてあるのが独地主義で、その後に大修正として内国民待遇入ってしまって、その後に大修正として内国民待遇があってと、第二修正として成功の比例があるんだって言ってやっていくと具体的に分かってくるんですね。で、これ分かんなくって単純に暗記しちゃうと多分解けないんですよ、パリ条約って。で、ないしは解けたとしたって忘れちゃうんだよね。で、忘れてしまうと多分ね、具体的な場面が想定できないんですよ。あと、これ実体条約なんで、大体は国内法からリンクしてるんだよね。で、そことリンクして理解するとかなりこれ強くなるんですね、パリ条約って。で、得点源になるわけですよ。条約よく足切りがあるんで、やらって方もいらっしゃるけど、それ PCT でしょ、どっちかというと。で、実体条約はちゃんとやれば取れるんだよね。で、これを完璧に取っていきましょうねって言ってるのが、まずはパリね、2点ありますんで、取っていこうではないですかって話になります。取っていこうではないですかって話になるわけね。で、じゃあこれは大体は、よく道場でやっていたんですよ。ただ道場でやると、大体6時間ぐらいで全部これやっちゃうんだよね。で、終わらないんですよ。終わらないんで、今回道場ではなくって、こっちのゴールデンウェーブの方で、あらかじめ収録してやっていこうかなってことに決めたのね。冬場にそう決めたんですよ。だからこっちの場合は、これを使ってやるっていうのがまずパリ条約ね。まあ、パリはあまりやったことがないのかな、道場でもね。だから今年初かもしれない、コンポ初かもしれない。ただし、体系的にっていうのか、論文の思考って、こう昔は考えていたんだって分かりますから。そうすると、大体分かっていきますよ、中身が。ね、これはパリ条約って話になります。あと一番苦手なのが多分これだよね。PCT だよね。PCT。なんでこれ苦手なんですか？多分2つありますよ。1つは、手続きが極めてめんどくさいっていう観点ね。めんどくさいんですよ。だから嫌いなんでしょ？この観点と、あともう一つあるのは何かっていうと、アドバンスがうまくできていないって言っていいのかな。ずーっと前に作ったんですよ。で、あの時は、論文と担当が一緒になっていたような時代の名残があったんで、論文的な思考で、論文的な流れで書いていくと、大体皆さん分かったんですね。だけど論文式試験がなくなってしまったではないですか。平成13年からね。そうなっちゃうと、その思考が全くなくって、単純に覚えてしまっても、これ何やってるか分からないんですよ。何時のことをやってるかって、場面想定できないんだよね。そうなっちゃうと、これなかなか PCT って、覚えるだけで終わってしまうんだよね。うん。確かにそうでしょう。ないしは、国内法からリンクってなかなかしづらいのね。手続き条約なんで、単純に暗記しって話が強いんですよ。で、そういう側面が強いので、なかなかできない。じゃあどういうレジュメを作ったんですかというと、できれば条文単位で作ってもらいたかったのね。で、作りたかったんですよ、自分としても。うん、で、今回は条文単位で作り直したんです。多分これ、道場を受けている方は見たことがあると思うんですよ。あのレジュメにちょっと手を加えたものについてやっていきますんで、見るとこれ分かりやすいですよ。PCT って、ああ、こうなってるんだと。概要ってこうなってるんだって分かると分かりやすいですからね。知らない状態で、いきなりアドバンスってやっても、なかなか点数取れないんだよね。一番それ要因なのかなっていうところと、あとは細かすぎるからっていうのは要因なんでしょう。大枠をまず捉えましょうねっていうのが、この PGT の講座って話になっていて、6時間、6コマあるんだよね、6コマ。だいたい12時間あるんですよ。で、講義でだいたいこれが、このぐらい話していないではないですか。いわゆる短期層ね。できませんから、全部含めて4回がそこらでしょ。できるわけはないのね。6回もこれやるわけね。PCT で。まあそうすると、まあ大体概要見えてきますよ。アウトラインが見えてきて、まあよかったって人が結構いるわけね。まあそういう人がまあ上に書いてくれてるわけですよ。4回よかったと。ね。大阪でやりました。
名古屋から大阪に行って聞きましたっていう人もいるわけね。ないしは最近、まあ、去年やったのね、よかったと言って、まあ、PCT の規則が明確に分かったって人もいます。まあできればこれ PCT は特によくできてるんで見てもらっても良いのかなっていう感じはしますね。あとはここ最後ここね、あとある条約は何かというとトリプス協定だよね。一点なんだけどこの一点が足切りかなんかで決まっちゃうってこともあるわけでしょ。でトリプスができれば1から38ぐらいまではできるんですよ。特実意書が分かってればだいたいこれは推論ができちゃうんだよね、立体条約だからね。でも39から後ろ、これがめちゃくちゃ難しいわけですよ。だって試験廃外だもん、ね、いわゆる民事保全法とか民事執行法とかないしは、関税法ね、出てきたりするわけですよ。でこれは分かっていてやるんだったらそんなに難しくはないのね。でそれが全くないって話になると分かんないわけですよ、うん、でまた出典があるわけでもないので、ただこれあることはあるんですよ、うん、ただ皆さん買えないんだよね一般的には。だからなんでこういう問題があってと、例えばできると書いてあるのは国際会議において揉めてしまったんで裁量制度になったんだっていうのが分かれば結構分かるんだけど、それぐらいは分かんないと分かんないわけですよ。単に暗記になるんでしょ。でそれが辛いわけですよ、辛い、ね。まあ、そういうのを勃起するために作ったのがトリプス協定のレジュメなんだよね。で従来この PCT とトリプスについては前も言ったように冬の道場でやっていたんですよ。ただ2コマかなんかで6時間なんだよね。とてもじゃないけど終わらないわけですよ、絶対に終わらない、終わらないので今回はゴールデンウェブにしたんだって話になっています。まあ、だから PCD が苦手だとか、ないしはトリプス協定が苦手だって方、ないしはパリの根本的な規定がよく分かりませんという方はこれぜひ申し込んでもらいたいかなって思っています。もちろん一括でも良いし、バラバラでも良いんだよね。バラだとこうなってんのかな、バラこうなっていまして、バラでも申し込みができるんだって話になっています。ただ一括の方がお安いのかな、一般的にはね。だからその点も含めてよく考えてみていただきたいと思っています。まあ、直前期だからこれいいんですよ、あると直前だから良いっていう感じね。もっと前からやっていても良いんではないですかって言うんだけど、ようやくやっぱし直前でしょうね、やるんだったら。である程度暗記しないしは理解しっていうのは絶対必要でありますんで、まあぜひね、機会として受けていただいてもいいのかなと思っております。はい、講義でやらなかったことについて実現したいんだよね、それをレジュメを配ってやりますんで、ぜひねお取りになっていただければと思っております。